まず今回の FOMC のポイントをまとめてみましたこちらです前回まで声明文に入っていた追加の引き締め措置が適切との文言を削除しました会見では利上げの停止は次回6月に議論すると発言しましたまた利下げについてですが年内に行うことは適切ではないとこれまでの方針を引き継ぎましたさらにインフレについてはそんなに早くは下がらないと粘着性を指摘 景気後退についてはソフトランニングの可能性はいまだにあり得るというふうふにしました、えー、まずクラフトさんは今回のこの FOMC のポイントはどこにあると見ていすニュートラルバイアスに戻したと,、えー、とは言いながらです、ねえー、引き締めを続けていく意向も示したつまり今回追加の引き締め措置が適切という文言を削除し新たに追加の利上げの範囲 という文言をなくして追加の引き締め政策の範囲という要するに政策金利の利上げだけではなくて他の政策で引き締め効果をもたらしていくということを示唆していてその引き締め効果というのは何なのかというと2つパウエル議長は会見で挙げていて1つはえと貸し出し基準、これですね。 銀行が貸し出す時のまあ厳しの審査の厳しさみたいなで貸し出し基準が厳格化されているので、はい、え引き締め効果が現れ、えー、借り入れ需要も下がってきている。 この新たな貸出し基準の調査に今まで、で、えー、触れていて厳、うんえー、格化の流れが強まっているということを示唆しているんですねこれが1点、2つ目が QT、はいえー・量的引き締め、はい、で一時、SBB の破綻でですねずっとあの持っている資産を売却して市場に売って資金を 引き出して引き締め効果を表していて、はいはい、これがこの徐々に徐々に下がってきたういうとで SBB で緊急な資金供給をするので、ポンと跳ねるんです、ね、だから再びまた今度、売り始めている、はい、ですからパウエル議長の会見を見る限り、利上げはもう終わるかもしれない、うん、けども引き締め効果はこういった政策を通じて、引き続きインフレ抑制に寄与するよう。 うん、やっていくというのがメッセージだったと思います。なるほど。あのニュートラルバイアスと最初におっしゃいましたけど、まあえっと今まではどっちかというとこれこれからもっと引き締めるよという方向にこうニュアンスを偏せてたのが、ね、まあひょっとしたらこのままかもしれないと。えっと中間値に戻,、ね、戻したような。これまでは引き締めが適当ですよって言ってきたのはうう今後はわかりませんと、うん、データ次第ですと。うん、ただしインフレは下がっていないので。 はい、引き締め効果はしていく継続していく必要性はあると、うん、ですからニュートラルポジションに戻したけども、うん、まあどちらかというと高派思想は残したということだと要するに変化するかどうかでいう意味でニュートラルってことうこですよねだけどポジション自体は高派なポジションを維持とそうそういうことですろきさん、今回の FMC 会見含めてポイントどうは会見についてはまた後で言うとすると、はい、まず最初、声明文が出ましたと、はい、で最初、冒頭岸本さんのところで、ね、マーケットの動きがありましたよね。 FMC 終わって声明文出たときは下がってないんですよ、こう上下にこうすごく急にボラティリティが出て動いてはいるんだけど下がってないんですね、それはまああの今、クラフさんおっしゃられた通り、今回、声明文前回と。 ちょっっとしか変わってないんですよ修正箇所は修正箇所はちょっとなんだけど、うん、内容ががらっと変わったんですようまく変えたなと思ったんだけど<ー>それは結局前回までは利上げありきだったでどのぐらい利上げをするかについてはいろいろ考えるっいうっわけ、うん、今回はもうその利上げありきがなくなっちゃって、えー、追加の引き締め策を取るかどうかにはいろいろ考える。 っていうようよに微妙に変わってるんだけどちょっとしか変わってないけどそれでもう明らかに利上げ打ち止めを声明文だけでは示唆してたんですよ。ところがその後パウエルさんの会見が始まるとこれはまあ 分かんないよ一体どうなんだろうというような会見で,です、ね、この先の追加利上げもあるのかみたいな話にもなっちゃったりあ,<ー>あるいは景気に対する微妙なあの受け答えだったり、うん、それでもマーケットが一気に下げちゃったということだったんですねだからあくまでも FOMC 声明文だけであれば利上げ停止というのはかなりあの、えー、明確に示唆したと思ったんだけど、はい、それがやはり会見でちょっとこう一体どっちなのって分かんなくなっちゃったとっいうことだろう、ね、なるほどそうするとマーケット 特に株式市場の反応の仕方というのは次回、6月で再利上げもあるかもというニュアンスを感じ取って急にこう株が下がったと。そう なるほど。あとその発言の内容についてなんですけど、h i r さんなんか面白い資料をお持ちいただいたんですけどそうなんですけどね。まああのこれはですね、要はまあパベルさんの会見がですね、はい。の文章を判断して、ハト派の文章文言が多いのか、はい。高派のものが多いのか青い方がハト派的な発言の回数、そうなんです。よこれ前回のえ前回3月、そして一番右端が今回なんですね。今回だとですね、やはりそのビン 非常に高発色が強まっちゃったとっいうふうにマーケットが受け止めたということなんだと思いますね。うんうん、それでやはりあのここから急速に下げたととといいうことだと思います、はい、クラップさん、今回マーケットの反応どうご覧になりましたかあの債券とあの、はい、株式が全く違う反応しているわけですよね。はい、で、株式においてはあのさっき宏木さんが言ったあのものと付け加えてやっぱり一番反応したのは、はい、年内の利下げは、はいえー、ないと。 うん、明確に言ってるわけですねでも、それでもマーケットは利下げ期待というか、織り込みを、はいえー、見ていて、債券市,市場が下がってるんですね、はい、金利が下がった利回り、ですこれそれぞれのマーケットの、まあ、なんて言うんでしょうかね、期待相場じゃないけども。うんうん 株式はやっぱり利下げ期待が剥落したんで下がりこっちは利下げ期待が強まったのか、うん、ちょっと真逆な動きをだからさっきろきさんが見せたタカ派、ハ派、はい、コメントのあれもなんか均等ですよねだからどっちでも取れるあの人によってはあのような会見に、うん、なったのかなとさんこの債券市場の反応はどうご覧になりましたかいや本当に、ね もうこれ為替の反応も含めてみんなもうバラバラですよね、はい、だから株式相場ってこれねもっと言ってしまうと、はい、あのもちろん倉内さんおっしゃった通り年内利上げが否定されて下げた分もあると、はい、あともう一つ言うならこれ何もなくてもですね多分引けにかけて下がってたっていうのはこれだけその地銀の破綻がすごい続いてるじゃないですか、はい、だからこの金融不安で株式がベアというか弱いんですよ。<ー>ところが債権の方は金融不安、はい 待ってましたという話だから値段は上がるわけですからねそういういことなんですね、うん、それもやっぱり下げを要は債券利回りの低下を後押した部分だろうと思いますね、うん、要はこれ債券と株が真逆に出るのはこういう金融不安のところだったりしますからね、うんうん、ああなるほど市場では今回先ほど岸本さんからもお伝えされましたけれども今回の FOMC の結論の前と後で今後の政策金利の見通しが変わらなかったと。 えこれだけパウエルさんが、まあ、あのずっとこの金利水準続けるよと言ってるにもかかわらず変わらなかった、このずれですね、これ、クラフトさん、どうご覧になりますかあの私、個人的にはこのマーケットの織り込みが全く理解できないんですけれども、はい、これ、危険なのは、はい、これ、1月も同じ見通しだったんです、マーケットは。<ー>で、2月に入って、強い高派なデータが相次いで、はい、この見通しが一気にフェドのこの緑線まで。はい 情報修正されたんですねこのカーブが、まあ、利,上げ利下げ時期がちょっとずれて、えー、このカーブもちょっと上がったそうなような感じだったんですね、えー、それが、またこっっちに戻った、えー、ただその時にカーブが上がったことによって債券が売られて、はいえー、債券保有者、SBB などの保有者が多額な損失を被って、はいえー、破綻に追い込まれたと。うん でそれを顧みずまた同じ見通しをやっていて、うん、これがまた修正されると、うん、まあ今度は銀行とは言いませんけども、はい、ノンバンクとかヘッジファンドプライベートイケティのあた,あたりから何らかの え連鎖破綻というのもありうるのでこのズレが非常に僕は問題があるのではないかと思います要するに国際債権をいっぱい持っている人たちの中で損失が出てくる可能性があるとこれがこうピュッと,うとですねです広木さんが言ったように、はい、あの債券市場はあの景気 <laughs> まあブルーマーケットじゃないけど、うん、期待待待ってましたとかあの債権を買っているけど、うん、見込み違いでやっぱり、うん。 FRB は利下げしなかったとだんだんなっていくと債券が売られていくわけですから、うん、そうすると債券保有者の損失がこう思ってしまうとそうするとそれらがまあ銀行なのかプライベートエクリティなのか、はい、ヘッジファンドなのかそこは定かじゃないですけど誰かが大幅な損失をこう持っていく構図がまた繰り返されているということなんですね。 債券の、本当に例えば FF 金利先物とか、あるいは債券の全体の,あのカーブ、OIS とか、そういったものから推測すると、ですねあの推測して出してるんですけれども、ある意味、もうこれ、債券市場の見方を代表してる、株の人が全部こういう見方をしてるとは限らないんですが、市場っていうのは、これ、債券市場なんですね一つにつには債券市場の持つネイチャーがもうその いわゆる悪いこと歓迎というかですね悪いシナリオを歓迎する悲観シナリオにどっちかというとバイアスが語りがちだというのはあるんですね、うん、ただそれをジャスティファイするデータっていっぱいあって例えばもう逆ギルドが起きているでそこからあのニューヨーク連銀の景気後退 景気後退確率なんていうのがは弾き出されてそれがもうリーマン・ショックの時それからその前の IT バブルなんかの時よりに比べて極端に高い景気後退確率が今示されてたりそれからカンファレンスボードの,その景気先行指数が5%以上低下すると過去は100%、えー、リセッションになってきたまあそういうデータからするとですねこれも。 リセッション不可避であるという見通しを持っててもこれは不思議じゃないんですよ、うん、だけどなんぼなんで,も,ですねもう9月から利下げっていうのは、はい、早すぎますよね、どう考えてもこれ1年後ぐらいからまあもしかしたら利下げあるかもねぐらいだったらまだいいんですけどまあやはりこれはですね過度にその利下げを期待してしまっている債券市場、これ、どこかで訂正があの起こるような気がしてますけどね。なるほど